ここに裁判報告会、報告会というふうに書いてありました。緊急の判決抗議集会にしたいと思います。もうちょっと本当に想定外の判決で、もう動揺してちょっと、いろいろありました。本当に福島の人にとってもですね、福島の人だけではなくて多くのですね、国民にとってこの判決は一体何だったのかなというふうにお考えになる方多いと思います。原子力発電所を設置してですね、運転する人たちが安全です、安全に運転します、政府も電力会社もそう言ってきました。しかし2011年3月11日に起こった福島第一原子力発電所の大事故の責任をですね、誰も取らなくていいと東京地方裁判所は判決いたしました。こんなことはもう本当に私たちは絶対認めてはいけないことだろうと思っています。今日はたくさんの先生の方が来ていただきました。まだ実はですね、東京地裁ではですね、判決の、主文、その後に判決の言い渡しが朗読が続いておりまして、予定では5時までというふうに予定になっております。要するに無罪のですね、言い訳を裁判長がくどくどとずっと説明しているところだと思います。ですが私たちはそれに対してここで皆さんとともに正義が私たち側にあること、そして私たちが戦いを絶対に歩みを止めないという決意を込めて抗議集会を開かせていただきます。支援者たくさんの方がお見えなので順次発言をしていただきます。でこの支援団の強力な、アドバイザーでいらっしゃいます神田香織さんです。諦め果てても諦めないというふうに私たちは神田さんから教えていただきました。神田さんよろしくお願いいたします。とんでもない判決が出てしまいましたね。私は実は今日の判決をもとに必ず3人有罪になると思ってましたから、新たな公団を作ろうと思ってたんです。それができなくなりました。その責任を取れ。本当にね、皆さん冗談でないですよ。また日本は世界に恥をさらしましたね。韓国の地方がこうだこうだって言ってますが、はっきり申し上げまして、地方に関しては日本の方がずっと劣っていると思います。判決にしなんて夢のまた夢でございます。なぜこうなったのか、これはですね、トップが腐ってるとこうなるんですね。テレビもマスコミもそれから裁判もみんな忖度して、これじゃ良くなるはずがない。安倍政権に退いていただいて、まっとうな人にトップになっていただかなければ、この国は沈没してしまいます。皆さんよろしいですか。今言っていただいたように、私のモットーは、呆れ果てても諦めないです。そしてですね、これからの戦いは続きます。でこの戦いの新たな戦いのスタートに、私たちは3人の有罪を持ってこようと思ったんです。それができなくなりました。でもここで仕事でいたのでは向こうの、望む通りになってしまいますんでね、いいですか。戦いは明るく、ちょっと楽しくはなかなかできればないけどね、気持ちだけでも楽しく、そしてしつこく参りましょう。ありがとうございました。笑顔を忘れないでいきたいと思います。それでは今日全体の流れを松田さんから説明してもらいます。すいません、神田さん力強いメッセージありがとうございます。本当に悔しい、本当に許せない判決、信じられない判決なんですけれども、気を取り直して頑張って取り直してないよ。取り直せ。今日の流れなんですけれども、ここにいる多くの人たちはなぜ無罪なのかということを聞いてないです、私も含めて。それで
今日のですね、5時まで判決の言い渡しと予定なんですけれども、その間 3時前後に休憩時間が入るというふうに聞いております。でその間に私たち訴訟団の弁護団の弁護士がこちらに来てですね、報告を、それまでの報告をしてくださる予定になっています。でこの会場自体はですね、4時までということになっておりますので、それまで皆さんのお話入れ、福島の方から、全国の方からのメッセージをつないでいきたいと思います。どうぞご協力くださいます。よろしくお願いいたします。それでは続きまして、JR 福知山線の脱線事故の、遺族であります藤崎美津子さんからご挨拶いただきたいと思います。私たち強制起訴裁判というのは初めてだったので、藤崎さんたちの戦いとかいろんなことを教えてもらってやってきたという部分があります。今日は組織罰というものを今目指して、いろいろな、明石の同居事件ですとか、いろんな笹子トンネル崩落事故の被害者の方々が集まってされている組織罰というものを少し紹介していただきます。今からチラシを後ろに向けて配りますので回してください。それでは藤崎さんお願いいたします。皆様こんにちは。悔しいですね。私たちも107人殺されて560人ほどの重軽傷者が出て、そして誰一人有罪にならずに裁判を終わってしまった福知山線列車事故です。2005年4月25日のことでした。で今なんか電話がかかったからどこでしょう。真実を裁判所は見ずに、本当に今日の判決も詳しいことを今後は話しますが、安倍内閣の圧力に屈した判決だとしか思いません。で3人の被告人が、知らぬ存ぜぬ忘れました、記憶にはありません。それはもう福知山線事故もそっくり同じでした。会社の JR 会社の社長はみんな高台にしかなれません、なりませんでした。最近はそうじゃないんですけど、なぜかというと国交省以前は運輸省に圧力をかけて自分の都合のいい会社にするには東大系の社長じゃないとダメだからというようなことを公然と言っておりました。そして JR 西にしても、大阪市社長が稼ぐ第一というポスターを作って社内のあらゆるところに貼っていた。そんな時に福知山線事故は起こったんです。で裁判の中でも ATS は何のことか知りませんでした。なぜ必要なのか知りませんでしたと言っても、毎年、予算を要求してくる労働組合なんかが ATS についてということを説明してるんだから知らないわけはない。カーブの危険は知りませんでしたと。それから半径304メートルのカーブを曲がり損ねたんですが、日本語の曲線半径というような言葉も意味も分かりませんでした。 R304 という R なんて何のことか知りませんでした。それを JR の技術系のトップの人が言うんですよ。本当に私はね、もうここに妻子を連れてきて聞かせてやりたいと思ったことでした。で、それを裁判官はもちろん真に受けたわけではないでしょう。裁判官たるものが今回もそうだと思います。分かってるんですよ。分かってながら判決を書くんです。で、その中で私たち、
地裁高裁最高裁までずっと負けて、誰一人責任は取らなかった。で JR はその後いろいろ安全のための予算を何百億使いましたとかいうことはいつも言ってるんですけど、でもその福知山線事故の時大幅に遅れてたんです。JR 東と比較するだけでも ATS の設置なんかは本当に遅れていました。関空線、関西と航空と大阪市を結ぶ線はドル箱だからそこだけはきっちり ATS をつけてたんですけれども、未だに JR 西は安全の面では本当に遅れていますし、事故当時と同じような日勤教育は未だに残っています。本当に皆さん JR 西においでになった時はおいでになった時無駄です。私個人としては次の事故の用意してるような準備してるようなそんな毎日だと思っています。でその中で私たち日本の刑法は明治時代にできて100年以上昔、明治時代の刑法というと泥棒、しつけ、人殺し、そのくらいの目的にするような刑法で良かったのかもしれませんが、今の社会を牛耳っているのは大きな組織、大きな企業、そしてあの我々とあまりにも違いすぎる刑法がそのまま残っているというのはやはり 社長たちにとって今の法律ほど都合のいいものはないということから今の刑法のままなんじゃないか。で外国はどうだろうかということで、アメリカがその膨大な罰金制度があるということはよくニュースにも出てくるんですけれども、ヨーロッパにしてもアメリカにしても、法人罰、企業罰というのは当たり前のことというふうにできている。イギリスでは労働党政権の時に、法人誤殺罪というのができて、法人の犯した罪を罰する 法律ができた。それによって法人が明らかに企業が犯した罪というのが、20% ぐらいは毎年減っている。特に交通関係は 30% も減っているというような新聞記者の人の報告も聞きました。で私たちはその中で日本にも日本の法律学では法人罰、企業罰という言葉があるんです。で特に公害が多発した時、水俣病とか四日市喘息とか、その時はもう国民の世論からして、公害特別法を作らなければということで、その公害の特別法の中では直接携わった社員と会社および会社の責任者両方とも罰する、両罰規定というんですけれども、この両罰規定が できて公害特別法ができた。それから本当に公害が裁判に問われるようなことがほとんどなくなってしまいました。で両罰規定というのは福知山線事故では運転士が死んだもんですから、もし生きていたら全て運転士のせいにされていたであろうというのが今の日本の法律なんだそうです。で両罰規定になると今度は会社の罪も問われるから、
そうでなくするためには会社がいかに安全のために努力していたか、それを証拠を立てなければ、立証しなければいけない、鉄道ですから、ATS はこれだけ危険な場所には施設していました、危険な踏切は改善しましたというようなのを作らなければいけないということだったんです。そういうことで あまり喋りすぎないと言われましたんですが、簡単にしますが、我々は刑法全体でというと、まあ、ハードルが高すぎるから、業務上過失致死罪だけを両罰規定にする、つまり会社が仕事の上で人を殺した、そういう時だけは公害事件と同じように、直接携わった社員と企業と両方とも罰するというような法律を作ってくださいというような運動をして、今皆さん方に署名用紙を見てもらっているところです。これはもう先ほど言いましたように、欧米では当たり前のことになっていて、日本の司法の遅れた面だと思います。先ほど韓国のことを言われましたが、韓国の京都地下鉄という火災事件という、190人も亡くなった事故の遺族の人とか、セオル事故の遺族の人とかも我々交流したりしています。セオル事故は国の責任も裁判の中で認められました。これは、まあ、以前のパク・クネ大統領だったフォロー の国の責任も裁判が認めたというようなことで、まあ、日本は遅れてるなと思うんです。とにかく署名用紙お手元にありましたら、どうぞよろしくお願いいたします。署名書とまでだけではなくて、ありがとうございました。本当にずっと頑張ってこられた方々に私たちも励まされてきました。でこの東電福島原発事故は、今あるその法律で障害、業務上過失致死傷罪で十分問えるということで私たち戦ってきておりますし、今回不当判決が出ましたが、十分問える、それだけの証拠があるということで、今後もやっていきたいと思います。それでは続きまして、避難の共同センターの瀬戸大作さん、お願いします。瀬戸さんは避難者の方々の本当切実な問題について、ずっと活動してくださっています。はい、結構突然すみません。今日、この東電刑事裁判の 9.19 判決のリーフレットの中にチラシが入っています。今日その不当判決を受けてるんだけども、ここに出てるように、実はその区域内避難者は逆に訴えられているというその状態になるので、ちょっとその発言をしようかなと思います。ずっとこの間その避難共同センターでは避難者の支援と具体的避難面や全国避難者の会と連携をして、国や福島県に対してその交渉をしてきました。で、この間ですね、いろんな動きがあって、一つは情報開示請求をしていたんですよね。アープナで結構そう拡散してもらったんだけども、実はこの間ずっとね、国は避難者支援の打ち切りは国ではないと、福
島県が判断をして進めてきたことだということをずっと言い続けてきた。だその国家公民住宅の問題、後で出ますけれども、避難者住宅についても、これは福島県が決めたの。それを国が尊重したのです。だけども、開始請求をすると、実は国が福島県に対して、そのことを示唆していると。被害請求についてもそうですね。で、そんな流れがあるうちに、新しい復興大臣が、その被害者の問題は復興庁の管轄ではないと、そういうような発言をこの間しています。で、今日このチラシにあるように、今その多くのね、その住宅の63世帯が具体的にその3月いっぱいで退去できなかったことを理由に、家賃と駐車場のその2倍請求を受けているその事態になっています。それ以外に5世帯が具体的に今福島県議会で多分10月の県議会で決まるんで、12月にその避難者が裁判に訴えられると、ね、そういうその事態になっています。だからそういうふうに言うと、本当にその今この国の司法とかですね、そういう問題も含めて、その国やその県と一体になってその裁判ね動いてしまう、そういう事態になっています。で、短くしますけども、やっぱりその原発事故から9年経って必ず国は来ますから、国は福島県です。その原発事故から9年近く経ってるんだから、避難者の皆さん自立してください、自立しないのはあなたが自己責任ですという話になります。自己責任です。で、僕らがその避難者支援に関わっていて、僕自身今その避難者支援にやってて多いのがリピーターいわゆるそのリピーターというかね、本当にその8年9年経って小さな子供が大きくなって、その中でそのご親友のお母さんが頑張って働いて、だから子供が大学に入るときにどうしてもそのお金がないと、奨学金ももらえないということだったね。いろんな問題、例えば住居の問題とかそういうことも含めて困難にいます。で、多くの人たちが本当に非常に少ない収入の中でやっぱり頑張ってるんだけども、国や福島県はその避難者の実態の把握をしないんですよね。だから今回のその刑事裁判も、双葉のあの問題について、双葉の病院のね問題について、どこまでしっかり当事者意識を持って把握をしたのかということはね、本当に問われるんです。で、彼らはその避難者の実態をあえて見ないようにして自立しろというふうになってます。で、今日このチラシが入ってますけども、10月26日に、この集会を、その2倍請求を絶対認めないという集会を、急遽その開催をしてくれてます。だけどもこれは、あと1ヶ月後です。その1ヶ月間の間に、なんとかね、その国会も含めて、この2倍請求についておかしいと。で、復興大臣ね、なんで復興大臣の責任じゃないんだということも含めてね、この1ヶ月間で頑張っていろんなその取り組みをしながら、この10月26日を迎えていきたいと。で、最後に僕自身はちょっと反貧困ネットワークで人権をやっていると思うんだけども、やっぱ社会はね、そこはやっぱり抜けてるなというふうに思っています。で、僕は練馬区に住んでますけども、都営の光が丘団地で84歳のそのお母さんがいて、その介護をしていて、で50代の女性が自分の仕事を辞めてその世話をしていた。そのお母さんが亡くなったと。確かその女性は58歳だったのかな。そしたらその都営住宅を出て行けることなんです。で、今その避難者の多くの人たちが、僕たち自身が関わっているその避難者の多くが単身の避難者です。60歳未満は公営住宅に入れないんです。で、避難者支援を打ち切って、具体的に今 の, その貧困格差の中で不十分な体制の中で、あなたたちね、自立しろと。で、こういうような光が丘団地で、このね、58歳の人は60歳になるんだから追い出されたんです。今行方不明です。で、こういうことを本当にその原発避難の人たちに対しても、具体的に東電や国が原発事故を起こして、で、何の罪もない人の避難者たちが避難先で
その居住の貧困や生活の貧困に入っている中で何もサポートしないのかと。で最後になんで避難者を裁判に訴えるんだと、そういう問題を含めてね、僕ら自身は本当にこの問題についてそのちゃんとね引き続き最後までサポートしていきたいと、で共にね連帯していきたいと、で必ず共に勝ちましょうということです。で一恵さんお願いします。渡辺さんはずっと事故後福島に通い、講演会などいろいろ、本なども書いてくださっています。渡辺一恵です。この判決と判決という言葉を踏まえ、今日も家を出てくるときに結果がどうなってもきっと10年かかるだろうねって言ってきました。というのはこれが不当判決でなくても相手は上訴するだろう、そうすると高裁に行くだろう、高裁でまた判決が出ればそれは最高裁に行くだろう、10年かかるだろうと思うっていうふうに言って出てきたんです。それはその言った時にはもしかしたら敗訴かもしれない、勝訴かもしれない、どちらにしてもそうなるだろうという思いで言いました、そう思ってました。でも実際に3人全員無罪になって、ありえないじゃないですか、そうだ、ありえないですよ。10年かかろうが20年かかろうが私たちは真実を訴えて罰を下していきたいと思います。そしてこれ、いつのつい昨日かおとといかニュースで見たんですが、群馬訴訟ひどいですね。ご存知だと思いますけどちょっと読み上げます。自主避難している人たちに対して自主的避難と対象区域に居住する住民の心情を害し、ひいては我が国の国土に対する不当な評価となるものであって容認できないって言って原告たちの訴えを却下してるんですね。こんなバカなことを言う裁判官が5万といるんですね、日本の中に。この刑事裁判私もずっと傍聴してきましたが、傍聴席に入るときからひどい扱いを受けました。身ぐるみなんて言うんでしょう、全部こう体中触られてね。そして空港の安全審査取るときももっと厳しいような審査を受けて、でも何とかそれを繰り返したときに私たちはこれおかしいじゃないかっていうことを言いました。そして弁護士さんたちにもそれを訴えてくれということを言って少し改まったんですよね。それから女性たちが並ぶ傍聴席に並ぶのに列を作って待ってるところと男性側とこう列が違うんですけれど、女性の側が不当に狭くて男性の側が広くて、そこをこう行き来しようと思うときに女性の側をちょっと詰めてくださいとか言ってこっちを通らせるんですよね。でそういうこともおかしいというふうに言いました。それも少し改まりました。言えば改まることはあるんだということをこの裁判を通しても体験していますし、これからもそういう意味で戦っていこうと思います。一緒に頑張りましょう。311甲状腺がん子ども基金の崎山久子さんお願いします。この何年間か日本の社会っていうのがどん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 下降線をたどってですね、坂道を転がり落ちるようになっていって、どこまで落ちたら日本は反発して上に行くんだろうと思ってたんです。でこの間義国の中心人物が文科大臣になったという信じられない
あのニュースを聞いてこれがどん底かなと思ったんですが、でこれこういう社会は許されないだろうと思ういう感じで、今度の裁判はですね、判決はあの少なくとも有罪、あの執行猶予付きの有罪にはなるだろうぐらいに思ってたんですが、もうありえない判決で、もう本当に日本の社会っていうのはこれでどん底かなっていう感じがします。でこのどん底からどうやって私たちが這い上がっていくかっていうことなんだと思うんですけれども、やっぱりあの真実は曲げられない、やっぱり真実を言い続けるということしかあの救われる道はないんじゃないかなっていうふうに思います。で今度の判決でいろいろな各地でですね、あの賠償裁判を やってらっしゃる方もう本当にあの影響があるんじゃないかなと思って私はとっても恐れています。あのそれでもですね、やっぱりあの言い続けて主張し続けること、それしかあの社会を変えていくあの道はないんじゃないかなと思うんです。本当にあの言葉もないっていうか残念で、でこういうところであのこれだけの皆さんが集まってあの怒りをあのシェアしているということはやっぱりあの救いだと思うんですけど、だんだん時間が経つとまた少しずつこう人数が減っていくっていうところもあるんですよね。でもあの、まあ、私たちの社会の未来のためには頑張るしかないんじゃないかと、本当にあの一緒にあの力を尽くしましょう。ありがとうございました。続きまして、チェルノブイリ子ども基金の向井由紀子さん、お願いします。こんにちは、チェルノブイリ子ども基金の向井と申します。まあ、私たち1991年からあのチェルノブイリの子どもたちをずっと支援してきました。で現在も続けています。実は明日ですね、あの私たちの仲間がベラルーシの、保養施設ナデッタというところに向かいます。1994年の9月にオープンした、学校形式の保養施設ナデッタは、私もあのオープニングの時に招待されて行きました。それから25年目の記念の式典があるために、本来なら私も行きたいんですが、数字上が分けませんが、この仲間の人たちが明日出発します。であのもちろん、ベラルーシだけでなく、あの日本の私たちとか、それからドイツ、いろんな国、フランス、イタリア、いろんな国の人たちが支援して今まで続いているわけですが、1994年と言いますと86年の事故から8年目ですね。ちょうど今です、日本ではもうほとんどメディアを使わない裁判もこのような結果、 あちらでは最初は事故があった時はソ連という一つの国でした。で国の責任で原発も動かしていました。で事故が起きた時の速やかな子どもたちを守る姿勢も日本よりはるかに進んでいたと思いますが、その後ソ連も崩壊しました。でそれぞれの国になって、混乱もあり、8年後にベラルーシでは子どもたちの健康を守るということで美容施設を作りました。ナデジダのような同じような施設が9つぐらい今もあります。でほとんどを国が支援しています。私たちの国は今8年目ですが、本当に忘れられようとしています。国の政策のもとにあの原発を動かしてきたのですから、国の責任も免れません。でも実際の責任は東京電力のはずです。ですので被害はありえないと思います。あの今後も皆さんと一緒に
活動を続けていきたいと思います。それでは、ここから、避難者の方々にお話お願いします。郡山市から静岡に避難をされています長谷川克己さん、お願いします。前に来てもらった感じですけどね、それでステージで喋れるんじゃない。前にお願いします。カメラの回転もあるのですよ。すみません。私は、原発事故があった年の8月11日に、福島県郡山市から静岡県の富士宮市に、家族で、避難をして、当時は、家族3人、子供が小学、5歳で、年少で出てきたんですけども、すいません、緊張してしまって、行かせていただきます。その後、その翌年の2月に長女が生まれて、今4人家族で生活をしております。2012年に、この福島原発国葬団ができるということを耳にしまして、私は、その一員になるためにはどうしたらいいのかなということで、人とかを調べて、申し込みをして、で何か話がこうぐんぐん進んでしまって静岡の方で、避難当事者だということで静岡の、まあ、支部みたいな形で代表になってもらえないかという話が急に来て、いろいろ考えましたけれども、お引き受けをして、当時あの事務局長で、東井玲さん静岡で、浜岡原発の問題でずっと頑張ってた東井さんが私が全部支えるから上に乗っかってるだけでいいのよということで、というようなところがあります。で、静岡県内を3カ所ぐらい、回って、訴えていくんですけど、そこの場には武藤瑠太さんや今そこにいらっしゃる千秋さんも福島から駆けつけてくださって、一緒に回った覚えがあります。いろんな質問されて、時々すごい難しいことも言われたし、ちょっと意地悪なことも言われたりすると、横から東井さんがスッと出てきて、私が答えますということで全部答えてくださったのをよく覚えております。で、実は私の今、デイサービスセンター、小さな小規模デイサービスを運営しているんですけども、そこでも、地域の皆さんに国葬団、の説明をする、ことをやりました。で、私はその年になるまで、裁判という言葉には恥ずかしいですけど全く関わり合いのない人間で、そういったことはちょっと怖いなぐらいのことで思っていたんですけども、その時に今そこに書かれてある緑の、旗が私のデイサービスにも立ちまして、デイサービスセンターなのに福島原発国葬団と福島ところになって、なんか非常に、複雑な思いだったんですけど、ただ今改めて上の方からこう眺めていくと私が静岡に来たことの中の何個かこうパッと思い出すことに、その風景があってこの緑の旗がとても自分にとっては静岡に避難したことの象徴のような旗であるなと、この旗を見ると、当時の思いを改めて思い出すなと思って、今見ておりました。先ほど裁判所の前でも申し上げましたが私は、当時6歳、裁判の時は6歳になる子供も、国葬人の一人に加えました。その時の思いは本当は自分ですら裁判になってと思ってた人間が自分の子供を裁判に引きずり出すなんてやはりどんなものかということをしばらく考えましたけれどもしかし、この問題は私や妻以上にこの子にとって一番降りかかった問題であってこの子が将来、背負っていかなければいけない問題であるとその本当の当事者は私たち以上にこの子だということを考えたときに当時何もわからない6歳の子供に、説明はしましたけど説明自体飲み込んでなかったのかもしれませんけども、
国葬民の一人になってもらって、入ったという記憶があります。また、昨年一緒に静岡を、引っ張ってくださっていた東井さんが、病気で亡くなりました。ちょうど3月 の、 私よく覚えているのが、さよなら原発の、集会があった時、雪がたくさん降った時に僕登壇してくれと言われて、雪がたくさん降ったので人があんまり来なくて雪の中こうもう喋ってた記憶があるんですけど、その時に実は知らなくて東井さんがその日に亡くなったということを後で伺いました。今日ここに来るまでにいろんなことを抱えながら来ましたけども、やはり、東井さんはじめ静岡の900数十名の、名を連ねてくださった方々に対して、私はここに来なければ申し訳が立たないと思いで来ております。そして今日の判決を聞きました。いろんな予想している一つの選択肢ではありましたので、そういう選択肢があるなということは予想していたんですけれども、しかし、昔から知り合いの小川彩子さん、宇野紗英子さんが、無罪と、3人無罪という判決を持ってきた、あそこに立たれた時は私も言葉もなく、何か喋ってくれと言われたんですけど、何を喋っていいのかわからないまま、立ったと、こんなことがあるんだなということを改めて思い知らされました。しかしやはり私がやり戦った一番の原因は、この子どもたちの未来を無責任に放り出してはいけないと、私もこの原発事故には彼らほどの多大な責任があるわけではないけれども、幾分かの責任がある一人だということを自分は自覚しております。そのためにもしっかりと、生涯かけてこの、責任を明らかにして、自分自身も償っていくことが子どもたちへの、自分のできる親としてできることだと思って、これからも頑張っていきたいと思います。以上です。当時のことを思い出しますね。本当に毎朝起きるとこう私は今どこに旅しているんだろうかというか、もう本当にいろんなことが山のようにあって、武藤玲子さんと2人で全国アンケートで歩いてて、朝起きたらどこにいるんだと思いながらやっていた時がありました。本当に全国の皆さんに支えられてここまで来たというのを改めて思います。続きまして南相馬の小高区から神奈川に避難をされています多田野久子さん、お願いします。皆さんこんにちは、ご苦労様でございます。私は今現在神奈川県の横浜に、南相馬市から避難をしております。神奈川で、自主避難やそれから避難指示を受けた、方たちと一緒に集団訴訟している神奈川県で訴訟している原発裁判の事務局長をしております、ただのと言います。先ほども地裁前でちょっとマイクを握ってほしいということを言われたんですけれども、瞬間はあまりにも僕が大きすぎて、お話しすることができませんでした。実は昨日友達と夜お話をしていて、電話でお話をしていて、友達が明日はいよいよ判決だよねっていうことを言って、私はまあ、頑張れ。もしかしたらこんなことになるかもしれないなって少しは、なくはなかったんですけど、だけど現実にこれが突きつけられると、なんだろう。
どうしてこんなことになるんだろうって。じゃあ傷ついた人たちはどうしたら報われるのって。私たちが何か悪いことしたんですかって。こんな目に遭ってもう何年経っても元の生活に戻れない私たちがいて、裁判の中でも証言があったように大熊町の双葉病院の方たちは悲惨な亡くなり方をしているわけですよね。人はあんなにこんなに苦しめて、それでも責任取らなくていいんでしょうか。じゃあ誰が今こうやってある被害の責任者なんですかね。どういうことなんでしょう。裁判官はどこを見てるのかしらって、もう悲しくて、本当に悲しくて、なんか皆さんはまた頑張るとか言ってますけど、もういっぱいいっぱいです。私は避難してるだけでも辛いし、なんで私がここにいてこんな生活してるんだろうって考えないようにして暮らしてはいますけど、時々幸せそうな人を見ると、自分以外はほとんど幸せそうに見えるんだけど、普通の生活をしている人たちが私たち福島県民が失ったものの大きさなんて分かるわけないし、でもそれをまっとうに判断して判決を出すのが裁判所だと、まあ、裁判所なんじゃないかなって。なのにこんなことになってもう腹が立つや。これでまたマスコミで無罪だ無罪だなんて言うのかと思うと、想像しただけでも頭にきます。本当にだから私テレビ見ないんです、もう嫌だから。普段からですけど、まあ、でもこの今後どんな風にこれ進んでいくのかわからないですけど、まあもちろんこれからもずっとウォッチングしていこうと思っています。で、私たちの神奈川県の裁判も12月に高裁に進むことがやっと決定しましたので、皆さんそちらの方もどうぞ応援よろしくお願いします。またこの判決によって避難所の人とか福島に残っている人で辛い思いをさせてしまうことになるのかなというのは思います。今裁判所から途中抜けて小森和樹弁護士が駆けつけてくださいましたので、報告をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。大変残念な報告をさせていただけないというところではありますが、まだまだ判決の原因が続きますので、中段階というところでもありますし、
今の判決を聞いて、裁判所自身の言葉というのは、全体の中で非常に少なかった、事実関係の、整理が、主なだったなというところも、ありますので、あまり報告できるところは、ないところはあるんですけども、それでも、裁判所の見解というところが現れたところは、随所にございましたので、そこを中心にご報告したいと思います。いろんな事実関係はありますが、争点としては、津波の予見可能性、という話や結果解除可能性という話があって、その点は全国のミニ裁判における主要争点と、同じということになるんですけれども、津波の予見可能性という点についてはですね、本件事故については10メートル側を超えて津波が浸水し、じゃあちょっと私の報告はまた後でということで詳しいことは浜森君の方が言っておりますので、浜森君から報告していただきますが、結局ですね、私が今日聞いたところではですね、まず、変な理由ですね、それぞれが、それぞれの3飛行機が、15.7 メートルの津波が来る、10メートル側をやっぱり津波が来るというのを、知った時期、そういう計算結果が出ているということを知った時期からですね、いろいろな対策、配電盤の水密化とかですね、それから非常用ディーゼル発電機を高いところに上げるとかですね、そういうのをやっても間に合わなかった。やってないで言うのに。2009年3月11日のあの大地震、大津波に間に合わなかった。間に合ったという、間に合ったという主張を指定弁護士はしてないでしょ。で、その立証もしてないでしょ。だから間に合わなかったんだ。こういうのがまず一つです。それからですね、もう一つは止めればよかったんだという主張については、指定弁護士は2011年の3月6日とか3月7日あの事故の、4日前になるんですよね、遅くともそこで止めればあんな大惨事にならなかったんだという指定弁護士は言ってるんですけど、その止めるべきだということについて言うと、誰もそんなこと言ってなかった、役所もそんなこと言ってなかったと。例えば役所が言ってなかったら何もしなくていいのかということになるんですけど、そういうことを言っていて、しかも止める止めないはすごく経営事項で、経済的損害も大きいし、それから電力供給義務もあるし、これは3被告が要するにそんな止めろって言われたって、そんなスイッチポンって切ればいいってもんじゃないんだよ、いろいろ根回しもしなきゃいけない、東北電力から電力もらわなきゃいけない、その交渉もしなきゃいけない、いろんな関係先に周知しなきゃいけない、だからそんな簡単に止められないんだみたいなことを盛んに言ってたわけですけど、で要するに原発っていうのは大事なんだと、そんな簡単に止められないんだというですね、原発工程が元にあって、でそんな重要な経営事項は簡単に決められない、原発なんかそんなに簡単に止められないんだよみたいな、そういうことをですね、判決で、一番初めに言いました。で、あとはですね、その結論を裏付けるために、ほとんどあちらの言うことをそのまま採用している、それから原子力村の言ってそうなことを全部忖度してちゃんと言ってる、そんな感じです。で、僕らは僕は
まあ、会長さんも実はそうなんですけど、今日の裁判長の冒頭からのね、訴訟式とか、それから傍聴人に対する態度、もうまるでですね、暴民暴徒、とんでもない連中みたいに思ってですね、身体検査を徹底的にやるのはね、あんなに今昔の学生運動の時はともかくですね、ここ30年くらいはですね、あんなに傍聴人を敵視するような訴訟式や庁舎管理をすることはなかったんですけど、それをですね、本当にもう女性の体まで触って身体検査するとかですね、一旦出たらもう二度と入場、券持ってないと入場許さないとか、いろんなことをやって、まあ、まるで我々を暴民暴徒のように扱う態度を見て、それからまた株主代表訴訟が先行してやられているわけですけど、そこから刑事事件の記録をくださいと言ってもですね、なかなか起こさないんですよね。ほとんど刑事って出さない、裁判の共通の資料で国民の財産だから、刑事事件の証拠はどんどん民事の方に使って、しかるべきなのがですね、放射性物質の危険放射性物質の扱いについての機微な自由だから、そういうことは出せない。放射との防護のためっていうんですよ、記録を出さないために。そんなことを言う裁判長は、僕は実は期待してなかった。で、まあでも大川さんなんかはいくらなんでも無党ぐらいは有罪にするんじゃないですかと言ってたんだけど、僕は態度見て、我々の意見にね、共感してるとは見えなかったし、原発に対する共感って全然なさそうね。普通のね、電車の脱線事故みたいに考えてるようなところがあるので、期待してなかった。で、期待してなかったら、やっぱり期待してなかった通りの判決が出たんだ。だから皆さん、あんまりがっかりしないでください。がっかりするよ。これからまだ戦い続きます。指定弁護人が当然控訴すると思います。控訴審でですね、まあ逆に言うと一審の判決の弱点がよく分かりましたから、それを叩くという形でこれから戦いが続くと思います。まあ、戦いを主に担うのは指定弁護人ですが、私たちも被害者の代理人や、それから全体的な運動の、まあ弁護士として、これからも頑張りたい。あと、まあそうですね、最低5年、長ければ10年、戦いが続きますから、ひるむことなく、シルマンスの一致優先に頑張りましょう。よし、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 取り組むかどうかこの判決を使うかというようなことをお話ししています。とにかくみんな一生懸命団結して頑張りましょう。申し訳ございませんでしたが、すいません、よろしくお願いいたします。話の腰を折られた。やりきなくなっちゃった。すいません、ちょっとこうどっから話したらいいかって感じになりますけども、まあちょっと細かいことは置いとくとするならば、まあもしかしたらその思ってたよりはまあマシな方だったかもしれないなというふうに。どうしてそんなことない。それはですね、確かに無罪というのは残念なんですけども、まあ民事裁判、まあ国の責任が認められている判決の方が今のところは優勢という状況なんですけども、そういうところには一応の配慮がある、まあ、つまり民事裁判への影響というのは、まあ、少ないような論理構成になっているという点では、まあ、マシな方だったかなというふうには思います。まあ、その根拠の一つとしては、まあ、津波の予見可能性で、まあ、これは一応はっきりと予見可能性はあったんだというふうに認定されています。でこれ最悪受け方じゃなかったっていう話になっちゃうことも、まあ、あり得るなとは思ってたんですけども、弁護人側はですね、まあ、一生懸命こう東側全面から
今回津波が来たんだとかですね、マグニチュード9段だとかですね、そういうことを言って、それ全部予見できないと予見可能性なかったんだということをですね、主張立証してきたわけですけども、まあ、そんなのは必要ないと、10メートル盤を超える津波が来れば、まあ、全交流電源喪失などになってですね、常用冷却設備は失われちゃうと、今回みたいな信用事故になって爆発が起きるってことも予見できたでしょ、そういうことは一応認めているわけですから、まあ、最悪のシナリオは一応免れたかなとまあ思いましたが、まあ、やはりこの裁判はですね、まあ、指定弁護士としても縛りがあって、まあ、あの民事裁判ご存じの方がいらっしゃるかどうか分かりませんが、民事裁判はもっと実は基準値って言われるものはですね早いんですよ、まあ、もっと早く予見できた、そこからだったら対策十分間に合いましたみたいな論理がですね、まあ、あったんですが、この際はどうしても、もう勝俣さんと竹黒さんと武藤さんで3人の被告が決まっているものですから、焦点が当たるのはですね、東電設計の 15.7 メートルの津波水位シミュレーション結果ということになる。だから、そこを、まあ、知った時点、あるいは知ることができた時点から対策しなきゃいけないってなると、じゃあどの対策をすれば、確実に事故を防げたのかというと、まあ、なかなか難しい面が、まあ、当時検討されてた、東電の社内で検討されてたものは、まあ、ちょっとこう気合にね、南側に防波堤作って、あと陸上になんかちょこっと作ればとかですね、まあ、そういうことぐらいでしたから、まあ、それだとちょっと防げなかったんじゃないかというところは、まあ、確かに、まあ、あったんでしょうから、まあ、そうすると、まあ、実際酒井さんたちが心配してたように、まあ、原発止めればよかったんだというところで、まあ、指定弁護士としても論理構成せざるを得なかったのかなというところがあり、まあ、そこが刑事裁判の、まあ、一つの弱点でもあったんですけれども、まあ、裁判所はまあそこにつけ込んできたというような、まあ、感じは持ちました。まあ、それは、まあ、先ほど川弁護士からも話があったように、まあ、指定弁護士がね、まあ、主張している結果回避措置っていうのは、まあ、防潮堤などを作って敷地に浸水させない、それから建屋を水密化して建屋に浸水させない、仮に建屋に浸水したとしても重要機器が入っている部屋は全部水密化して部屋の中には重要な部屋にも入れない、で仮に重要な部屋に入れちゃって全交流電源喪失になっても、まあ、外部にバッテリーとか電源車とかいっぱい用意しておけば、ああ間に合うじゃないか、でもそれを全部やらなきゃ事故は防げなかったんだっていう主張になってるんですよね。まあ、冒頭陳述の時から当初からまあそういうふうになっていて、でこれ全部やるにはとても2年半や3年じゃちょっと間に合わないっていうことも、まあ、すでに証拠でたくさん出ていて、それも同意しているので指定弁護士は争わないっていう指定になっているんです。まあ、そういう前提から、あこれ全部やるには到底間に合わないし、全部やる、まあ、やり始めたらですね当然停止リスク、まあ、これを 15.7 とか20メートルみたいな津波を想定していることを対外的に説明できない、安全だって説明できないので停止せざるを得なくなる、だから止めるべきだった、まあ、止めざるを得なかったっていう話が、まあ、基本になって、まあ、いるわけですから、まあ、そこのところを、まあ、裁判所も考えて、要するに今回は、被告が原子炉を止めざるを得ないほどの予見可能性があったのかということがポイントとなると、3月6日時点で止めとくか事故を防げたんだというふうな、まあ、主張に指定弁護士がなっているから、要するに、まあ、事故直前ですよね、まあ、その事故の数日前である23年3月6日だったと思いますけど、3月6日までに運転停止措置を講じるほどの、まあ、予見可能性があったのかということが、まあ、今回の判断のポイントなんだよということを裁判所は言いました。で裁判所は、まあ、意外とって言ったらおかしいかもしれないですけども、この原発事故の、まあ、重大性、まあ、その被害の甚大性ということは、まあ、リップサービスかもしれませんが、まあ、かなりいろいろと暗示がありました。まあ、いろいろとって言ったら言い過ぎかもしれませんが、あの無罪判決にしては一応そこには触れてもらったなというところは、まあ、ありますが、一方で、まあ、電力会社は電力供給義務を負っていてライフラインの一つであって、運転停止、あ、まあ、原発の運転には社会的有用性も認められる、地域社会に影響を与えるんですね。まあ、そんなことを言って、今回 の, その原発を止めなきゃいけなかったという作為義務、まあ、それは
作為の困難性ということも十分に考えないといけないと、欠陥重大性ということも考えるけど作為の困難性ということも考えますよということを、まあ、最初に今述べて、あります。まあ、その流れの中で今回問題になっている、まあ、主に平成20年、うん、からの、まあ、土木グループの、まあ、活動に、まあ、焦点が当たるわけですけども、まあ、裁判所が強調していたのは、まあ、酒井さんが地方規模化には明確に根拠が書かれていないし信頼性もないというふうに説明した。まあ、実はね、当時の資料にそんなことはどこにも書かれてないんですけど、まあ、彼はそういうふうな証言をしたからね、まあ、それをこうあっさりと認定して、まあ、そういうふうに武藤さんに説明したんだということ、まあ、それから武藤さんが方針決定した後、まあ、有識者に対して高尾さんたちが説明に行った時も有識者の中から原発を止めるべきだ、第三工事できるまで原発を止めるべきなんだっていうところまで行った人はいなかったっていう話ですとかね。まあ、その後も、そうですね、保安院に対して、まあ、常磐津波の関係ですけども、シミュレーション結果示した、3月7日にも津波水位結果示した時も、まあ、いろいろ言われたかもしれないが、保安院もこれ原発止めてすぐに対策しろとまでは言わなかった。まあ、そういったことから、まあ、まだね今結論聞いてないんで多分これであれだろうなと思うんですけど、まあ、彼はまた社会通念という言葉を持ち出して社会通念上止めざるを得なかったかどうかということを判断するんだ、まあ、みたいなことをまあ言っていますから、今回は社会通念上一倉が原子炉の運転停止を命じるような、まあ、状況ではなかったっていうような、まあ、判事になるのかなと。そこと一体予見可能性があるって一回言っちゃったところのついつまをどう合わせるのか今のところよく分かりませんけどもまあそういう感じの流れに今なっている。だからこうする気だったんだっていう話はですね、結構こう後ろに退いていって、みんな原発止めなきゃいけないなんて考えてなかったでしょっていうところをこう結構前面に押し出してきているなという印象を、受けました。まあ、大きいところはそういうところかなというふうに思います。この社会通念論というのはですね、まあ、私もやってた裁判ではありますが、仙台原発の工学講座宮崎支部決定から社会通念を基準に原発の安全性を考えればよいとかですね、社会通念は原発の規制基準に反映されておるとかですね、そういうことも今回判事の中に出てきて、まあ、非常にこう悪影響を随所に及ぼしているというところも、まあ、感じざるを得ないいいような内容でありました。まあそういうようなところがメインの話で、これから3時20分に休憩が終わってから、まあ、結局長期評価の、まあ、信頼性定力性ということを弁護人は主張しているけども、その長期評価、今回の津波の予見可能性というところの根拠になった長期評価の信頼性というところがポイントになってくるから、そこをこれから判事しますというところも、まあ、予言されています。まあ、予見可能性あるってもう言っちゃってるんでね、長期評価の信頼性全否定ということはないとは思いますけれども、まあ、先ほど言った経過開始措置というよりも運転停止義務との関係で止めなきゃいけないほどのことは長期評価は言ってないよねとか、そこまでの信頼性はないよねということをきっと判事されるんじゃないかなと、まあ、いうふうには思います。まあ、判決の内容はこんな感じで、まあ、ところまあ半分くらいかなとは思うんですけれども、まあ、先ほど言ったようにですね、もう運転停止しなきゃ事故は防げなかったんだっていうところを根幹に据えた判決になっています。で、全国のおそらく民事の裁判で止めないと事故を防げなかったんだっていうことをメインの主張にしている原告団弁護団っていうのは私の知る限りはないかなと思うんですよね。まあ、皆さんその水密化、まあ、今流行りは水密化か、あるいは電源設備を高いところに上げとくと、まあ、早ければ1、2年、3年ぐらいで十分できたんだみたいな主張が、まあ、メインかなと思いますので、まあ、そういうところから考えると、まあ、影響は少ないかなというふうにも思いますし、まあ、その三被告の、まあ、個人的な認識といいますか、彼らがこう目に触れた社会からの報告ですとか、あるいは保安員から何言われたかとか、
あるいは専門家がどんなことを言ってるかとか、まあ、みんな報告が出てますが、まあ、そういうような内容がここまで全面的に押し出されることは、まあ、他の裁判ではありませんので、まあ、民事裁判への影響は、まあ、極小化できているような感じはします。まあ、その合理的な疑いを超えるみたいな、民事裁判特有の言い回しというのも、こうまあ、1回は少なくとも登場しているかなというふうには、認識しました。とりあえず、いや、まあ、好きなだけ報告しろって言われちゃいましたけど、まあ、民事の話はあれですが、やっぱこう刑事裁判としてね、じゃあこのままでいいのかっていうところも考えないといけない。で、止めなきゃいけない、止めないといけないんだっていうような話で、これからも控訴審で押していくのか、それとも、止めなくてもこういう措置で短時間でできましたよ、短時間で結果回避できましたよと、こうそういうところをもっと強調していくのかっていうところは、この指定弁護士としても、まあ、検討するポイントなのかも知れないなというふうには思います、うん、まあまだちょっと細かいところいろいろあるとは思いますけども、これから用紙で大体裁判所の自分の言葉で書いているところは用紙で配られるかなと思いますので、これから私も用紙をじっくり読みたいと思いますし、まあ、皆さんも正確なところは、まあ、用紙を読んでいただければなというふうに思います。ちょっとね、もうちょっと長く報告をしたいと思うんですけど、ちょっと裁判所の報告その中身ない、あ、そっか、もう一箇所だけ言うと、山下教律の信用性って一応こう争ってたんですよね。で、まあ、山下教律の信用性の、まあ、中でもというところなんですが、20年の2月6日の午前会議で山下さんが、まあ、OP プラス 7.7 メートル以上説明しましたよっていうふうに話して、その争いが被告人との間で、まあ、あったポイントなんですけれども、まあ、その辺については当時の危機対処グループの山崎さんのメールでも社長会議で報告済みって書いてあるけど、まあ、山崎さん結局その会議出てないんでしょみたいな話で、その山下教律は信用できない、という、まあ、もっといろんな根拠がつけられていますけれども、結果的には山下教律は信用できないというふうな、まあ、話になってしまっていて、まあ、認定としては非常に残念なんですけれども、まあ、こう裁判所のこう論拠もそんなに説得的な感じはしなかったなと、まあ、いうふうにも思いますので、まあ、これから、まあね、民事裁判は関係ないかもしれないですけど、刑事裁判としてはこの山下教律というところは、まあ、しっかりと信用性を補強していく必要があるのかなと思います。まあ、とりあえず以上ということで、皆さんお聞きになりたいと質問とかあるかとは思いますが、これからまだ続きの裁判に戻っていただかないといけないので、まあ、もうちょっと質問いいですか、半ぐらいまでいけばいいかな、そうですか、はい、じゃあ、まあ、今から戻ってももう間に合いませんのでじゃあ一つか二つぐらい、はい、はい、津川と言います。ですね、原発の、事故の可能性というか予見可能性ということで、いろんな形で証拠やら陳述がされて、私も多少なりとも見聞きさせていただいていて、それについてはなんかもう向こう側が分かって、国側が分かってくれてない、また裁判官もそれはよく審釈できてるのかなという不安がずっとあったんですけども、まあ、実際に分かってもらえてないなということも、予見、そういうことは予見は私もしてたんですけども、それはそれとして私はもう一個こだわってるのがあるんですね。で、いや、予見可能性やらね、止めなきゃならなかったらどうのこうのということは、ね、100歩、200歩、300歩、1000歩譲ってもって行き違いだと言っても、とにかく死者が出たんですよ。それで今も生活が戻れないんです。そのことについてはどんなに安全性を確保したとしてもですね、やっぱり最高責任者であった、また当時の責任者は追及されてしかるべきじゃないですか。私はそう思うんです。その責任者としてのそういう責任はね、やっぱり追及すべきだし、その辺は
もっと訴えていくべきじゃないかなと悔しくてしょうがないですね。安心です。他にご質問ある方いらっしゃいますか。これから先どうやって戦っていったらいいんですか。これから先どういうふうにしたら勝ち方があるのかなと思ったりです。はい、これから先法廷って信用できますよ。裁判としてはまだね、わかりませんけれども、そして弁護士は控訴するという方向で動くと思いますので、やはり私たちは指定弁護士を全面的にバックアップしつつ、この事故の重大性、それからやっぱ社会的影響の大きさ、私たちの、まあ、関心というのをですね、きちんと裁判所に理解してもらう必要があるんだと思います。で、まあ、やっぱり一審でやられてきたことをこれからも継続する必要がある部分ももちろんあると思いますし、まあ、一審で運動で足りなかったところがもしあるんであれば、まあ、そこを見直していくというところももしかしたら必要になってくるのかなというふうにも思いますが、まあ、先ほど河合も言ってたようにですね、まあ、こうまだまだ先はあるんですよ。多分ね、多分指定弁護士はやってくれると期待しています。高裁、それからその先は最高裁、我々が勝っても結局最高裁まで行くんですよ。だからもう目指すゴールは最後にあって、最後で勝ちゃいいわけですから、まだまだ逆転できるというふうな強い気持ちがね、まずは大事なんじゃないかなと思います。最後の息をしちゃダメなんよ、やっぱり周りの運動がないと。そういえば指定弁護士が上訴するということはどの程度の現実性を持ったのか、つまり指定弁護士がですね、納得しちゃったら終わっちゃうわけですよ。そこのところに対してどういうアプローチができるのか、どう考えてますか。はい、皆さん傍聴された方もいらっしゃると思いますけど、やっぱり指定弁護士は、まあ、本当にねわずかな報酬でありながらも非常に一生懸命訴訟活動をしていただきましたし、論告非常に力の入った内容でしたし、また渋村弁護士の聴取名義の時には涙ぐむというようなところもあってですね、まあ、彼らは相当こう強い思い入れを持ってこの事件に取り組んでいただいていると、また単に弁護士会に推薦されたからやむなくやってるのではなくてですね、やっぱりこの事件はちゃんと有罪取らないといけないとこういう思いでやっているというふうに私は受け止めてますので、まだ彼らとね控訴するんですかね聞いたわけじゃないんですけども、まあ控訴するっていうのは現実的な可能性として十分あると私は認識してます。予見可能性の方じゃなくて止められるかどうかどうかって話ですけれども、事故はね、元副社長のいわゆる着代返しの件っていうのが大きな争点にやってると私思ってましたし、映画でもそれがかなり強調されてました。でこれはですね、事故を防ぐ手立てのかなり大きな転換点だと思ってるんですけど、そこがあまり今回は判決で争点にならずに、4日前ですか、止めるか止まないかという判決だけで、判断だけが強調されたっていうのは、まあ、原告というか、ダーリン側の、訴訟の戦略の問題もあったというふうにちょっとお聞きしましたけども、本当にそうだったのか、もっとその辺こう、なんていうか、弱点といえば弱点、敵側にとっても弱点じゃないかなというふうに気もします。この評価ちょっとお願いします。はい、まず前提として指定弁護士の論告はですね、この7月31日の、まあ、海部先生が言うチャブ台返しねは相当クローズアップ焦点が当たってたポイントで、
その7月31日以降の事情は、まあ、2月11日頃に石田さんが14メートルみたいな話をしたっていうところはありますけど、まあ、かなりさらっと流れたなっていうところはありますので、やっぱりこう指定弁護士としては歩行裁判所にしっかり見てもらいたかったっていうところはまずあったというふうに思います。裁判所の認定の方はですね、むしろそこを肩透かしをして、武藤が全て文化を持ってきた方針をですね一存でひっくり返したっていうところにあまり焦点を当てないような、まあ、論理構成にしてきた、まあ、そういうふうにしてその武藤さんの決定のおかしさっていうのをごまかそうとしているというところが、まあ、あるのかなというふうには受け止めました。で、まあ、その、まあ、ただ全く裁判所も触れていないというわけではなくて、酒井、高尾、金戸が状況下を考慮すべきというふうに考えていたことは繰り返し認定されてますし、高尾さんが特に強調していた確率論的評価についても何度も繰り返し言及されて、それは有権可能性を基礎付ける方向での認定だったとは思いますが、結局止めないといけなかったというところに収斂させるから、酒井さんが長期評価は根拠を示しておらず信頼性がないと言っていて、武藤さんが研究を実施しようという方針を示したときも誰も明示的な異論を述べなかった、まあ、気持ちの中では異論はあったかもしれないけどみたいなことも実は認定してるんですけどね、明示的には異を述べなかったっていうところを、まあ、認定していますので、まあ、そこは裁判所としても少し引っかかりを覚えながらも、でもみんな止めなきゃいけないとかこのままだと危険だなんてことは言わなかったでしょ、思わなかったでしょっていうところが、まあ、同メインのストーリーになっているなというふうな感じではあります、まあ、実際、まあ、そういう面はねあったと思うんですけども、まあ、私としては、まあ、これは私の個人的な考えでありますが、まあ、原子力して東京電力が事故後に出している事故の総括と原子力安全改革プランという文書の中ではですね、土木グループが、まあ、原発の安全性という観点からこの防潮堤の設置というのを進言できなかったのは、結局そういう教育を被告ら原子力経営層はしてなかったからだと、まあ、みんな原子力安全に関わっていて津波想定間違ったら大変なことになるよ、どんな大事故になるんだということをきちんと教育してなかったから、まあ、そういうことになっていたなってしまったんだということを、実は東電自身がね事故後に認定してますんで、やっぱりそれも含めてね本当は被告の責任だから、本当は酒井や高尾がですね、やつらは審査どうやってスムーズに通るかしか考えてなくて原発の安全性のことなんかこれっぽっちも考えてなかったとしても、武藤さんや竹黒さんあるいは勝松さんは原発の安全性を第一に考える、安全性最優先、彼らいつも言ってましたよね、それちゃんと実行すれば、何お前これこのまま津波来たらどうなんの、これ信用余裕じゃないか、これすぐ対策しなきゃダメだよ、たとえ彼らが言ってなくても自分でそう言っているぐらいの、まあ、本当はそういう義務が、まあ、被告には当然あったというふうに、まあ、私は考えてますし、まあ、裁判所にはね私はそこまでこう認定してほしかったなと、まあ、いうふうに、まあ、思ったところでもあります。私は本当にこの裁判はですね、こう外野でギャーギャー言ってるだけで実際はなかなか何もできないんですけど、まあ、民事裁判では彼らの個人責任を、まあ、20兆円請求するという裁判をね株主代表訴訟でも、まあ、やってますので、まあ、この裁判を学んだことをまたあちらの裁判では生かしつつ、やっぱ民事も刑事もどっちでもこう追い詰めていく追及していくっていうことが、まあ、大事なのかなと、まあ、仮に刑事でねどうしてもダメだったっていうことがあっても、やっぱりこう20兆円の損害賠償請求を勝ち取ることがもしできれば、やっぱりその執行猶予付き判決よりももしかしたらね社会的なインパクトは、まあ、大きいじゃないかなというふうにも思いますので、まあ、そのためにもこれからまた裁判所に戻ってしっかりと、まあ、長渕さんの、まあね感じを聞いていきたいなというふうに思います。ありがとうございます。よろしくお願いします。
今お話にも出ましたが、これからのことなんですけれども、今日の判決をしっかりと、弁護団と一緒に分析をしまして、これから何をしようかということをしっかり、話し合いをしたいと思います。そして、その報告会、抗議集会ですね、それを、また後日しっかりとやりたいと思いますので、ぜひ皆さんもその場にご参加いただければ。ありがとうございました。続きまして、現地の方のお話をもうちょっと聞きたいと思います。浪江町から、兵庫県に避難されています菅野瑞江さんです。長時間お疲れ様です。浪江町から壱岐市の方に避難しています。菅野と言います。出てくる時にですね、交通事故を起こした上級国民ですか、彼は全然何の罪も問われていない、警察にも引っ張られていないというのを気合に出されて、だから見通し暗いんじゃないのというのを昨日言われてですね、出てきて、でもこれほどの負けをするとは思っていなくて、先ほどはもうショックでショックで、本当にショックでした。この国はどこへ向かって歩いているんだろうって本当に思いました。うちの母がですね、私が子供の時にどうして戦争に反対しなかったのかという母に食い下がった時にですね、母は元より女は何も言えなかったけれど、気がついたら男の人だって何も言えなくなっていたって言いました。私今がひょっとしてその時ではないのかというようなふうに先ほど思って、もう本当にへこたれておりました。こうやって裁判所が国民を守らなくなる、国の権力者の言うことを忖度するようになる、元より忖度するなどという言葉がですね、日常用語に社会通念上にある言葉として一人歩きしているこの現状は私おかしいと思います。いつかこの国の人間はこんな人になってしまったのか、こんなことが許されるようになってしまったのかと、本当に先ほどはもうがっくりきまして、本当にショックでした。私は2011年の2月に東電の説明を聞いております。いかなる災害にも耐えうると彼らは言いました。質問に対して笑うように言ったんです。ご心配いただくようなことはない、いかなる災害にも耐えるんだ。一月です。そうじゃないということが証明されてしまったのは、あれは何だったんだなと本当に思う。私は避難をして仮設住宅にいた時にいろんな人たちを訪問しました。その時浪江のとある老人がこんなふうに言ったんです。俺のとこはよ、貧しかったんだ、働き手がいなくて俺が一番の働き手だった、中学の時に修学旅行に行けなくてよ、担任の先生が金は俺が出してやるから行けって言ってくれたんだ、だけんじょ俺が働かなかったらベコの草刈り誰がするんだ、朝学校行く前に草刈ってよ、学校から帰ったら草刈ってよ、そういうことを誰がするんだと思ったら、俺は先生ほら修学旅行には行けねえって言ったんだ。その時思ったんだ、俺は働いて働いて働いてよ、俺の子供や孫にこったの思いはさせないにすんだ、
だから中学を出て働いた、出稼ぎもした。原発が来た時に、ああこれで俺の暮らしは楽になると思ったんだ、本当に思ったんだよ。だから出稼ぎしなくても子供たちと一緒に子供の成長を見ながら暮らしていける、ほら本当に思ったんだ。田植えしたらよ、田植えの終わった夜に出稼ぎに行ったんだ。で稲が買ったらよ、稲が刈り終わったら出稼ぎに行ったんだ。子供が俺に懐かなくてよ、だから俺は一生懸命働いた。原発で本当に必死になって働いて金を貯めて、田んぼが出たら田んぼを買った、やわさか出たらおら買ったよ。そして全部の子や孫に学校行かせるんだ。勉強したことは誰にも取らねえからよ。それであの3月の11日の日には、一番下の孫は仙台の専門学校さ決まってよ、送り出したところだったんだ。なのに全部なくした。もう二度とここさ戻れねえ、ほらそう思った。最後まで俺は米語の行き先が決まるまで俺はここにいたんだ。みんなが出てからも行った。米語の行き先が決まったのはペット会社だった。犬は小さいから早く死ぬから、最後まで残った牛さ餌にしても構わねえって引き取っていったんだ。そういう話を切々と聞きました。そしてほら避難して女房も亡くしたんだ。何もしてやれなかった。ここはあずぶでよ、ほら毎日目からも目からも汗が出る。おめが来てくれて、ほら初めて泣ける、そう言いました。そういう老人がいっぱいいた。どうして私たちは身も知らぬ土地に行って何の落ち度もなく、落ち度があるとしたら体張ってでも原発に反対しなかった、それだけではないだろうか。本当に話し合いました。その私たちのところ帰還困難区域を掃除して帰れるようにするんだそうです。4年後に山は除染しねえけんじゃ、土も入れ替えてやる。みんな怒りました。入れ替えてやるってなあ、しょそったらこそいいよ、おらたちの土地、土は本当にいいんだ。東電さえあんなものをまかなかったら俺たちはここにずっと暮らしてたんだ。そういう知性の人間の切なさとか苦しさとかやりきれない悲しさとか、なしをして裁判所に届かないんだよ。いつからこの国はこんなことになってしまったんだろう。最高裁で負けることがあっても地裁で負けることはねえだろうってどこかでみんな思ってたんではないだろうか、うん、でも最初から負けてしまう。この国は一体どこへ向かって歩いてるんだろう。本当にそう思います。私はたまたま年だったのでまだ救われたのかもしれません。若い人は自分のふるさとがどこかも分からずに育つことになる。そういうことを引き起こしながら誰も罪に問われない
おかしい。なぜこうなったかの原因も明らかにされない。それおかしい。なぜでしょう。私は本当におかしな国だと思います。テレビは延々と隣の国のことをやる。自分の国のことは自分の国の大臣の方が悪いことやってるのに。どうだ、人の国さ喧嘩させるようなことばっかり言う。ひょっとしたらマスコミの方ごめんなさい。謝らなくていいです。一番ちゃんと報道してくれるのはひょっとしたら韓国ではないのか。本当に今日韓国の方、記者の方が本当に丁寧に話を聞いてくれました。本当にだから頑張るしかないんですけど、頑張るしかないけれどどう頑張っていいかわからないです。裁判所の人事を政府内閣府が持っている。こんなことおかしくないですか。私そんなこと習ってこなかった。本当に習ってこなかったです。習った通りだと思ってました。三権分立って本当なんだと思ってました。民主国家ですもん。違ってましたね。私今日本当に私たちはどこざ向かって歩いてるんだろう。一頃絆絆って言われました。絆っていうのはね、私たちのところで言ったらべこつなぐ紐のことなんです。だから絆なんです。私たちは誰につながれどこさ連れて行かれようとしているのか。本当に今日はいろいろ思って本当にがっくりきてしまって、もうは泣きたいのか泣きたくないのかさえもわからなくて悔しいです。でもだからといって閉じこもるわけにもいかないし、だからといって死ぬわけにもいかないし、そしたら歩き出すしかないわけですよ。右足出して左足出して、でも上向いて歩けって言われたって歩く目処がないです。もはこの国の頭さ変えるしかないですよ。あの人たちを変えるしかない、本当にそう思いました。でもこのことを私は思うけど、日本中の人は思ってくれるんでしょうか。それがとっても悔しい気がします。選挙やるたびに負けるのはなぜ、行く人が少ないのはなぜ、私は本当にそれが悔しくて悔しくて、太鼓叩いて人様寄せて言いたいことがあるのに聞いてくれる人がいない。聞いてあげるよ。ここの人が聞いてもダメなんだ。戦争に行かない人が聞いてくれなければ世の中は何も変わらないです。そうだ、ね、右向いて左向いて、あ、みんな同じ気持ちだ、安心してちゃダメなのさ、本当に。だってこっから出た、会場出た人は違うんだもの。今そこで弁護士会館に私たちの原発賠償訴訟の国側の弁護人がエレベーターにお待ってるのに会いました。もう本当になんてタイミングで会うんだろう、あんたも。あんたも言ってたんだよねと思いながら。でもあの先ほどの群馬訴訟の件で言えば、国が、裁判官が却下したわけじゃない、あの、国の、代理人がそう出しただけなんですね。だからまだ却下された
わけではないので、どうぞあの群馬裁判の傍聴に皆さん行ってください。そしてあの裁判官に私たちを見ているよと示していただきたいと思います。負け続けているけれども、勝つ応援はしていきたい、そして応援されたいと思います。あの前はまだ前が向けないですけど、そのうちに弁護士の先生方がどっかちょっと頑張れるところを整理してくださるんじゃないかそうしたらそれを足がかりに頑張れるんではないかと、あの他力本願しています。とにかく頭を変えないことには、自分の好きな裁判官を持ってこれる内閣府なんですから、私たちがこう本当に有賀の夏ようにですね、頑張っていくしかないです。10年経ったら生きてるかなとか思いながらですね、こうやって見たらまあ五同輩からです。褒められた。10年経って応援するのに介助介護の人ばっかりだって待ちを吸ってると思いません？だからやっぱり若い人さ引き入れてですね、一緒に共感してもらえる人を作っていくことで勝っていくしかないですね。前は向けないけども、ちょっと若い人に愚痴ってみたりですね、若い人をちょっと傍聴に誘ってみたりですね、自分より若い人に委ねる、あの席譲られていらねって言っちゃいけません。席譲ってもらってありがとうね、あんたに話したいことがあるできたらいいですね。だからもうとにかく悔しくて悲しくてやりきれないことばっかりだけれども、若い人にこう依拠していけば引き継いでいってくれる未来があるかもしれない、そう思いながら、自分たちでできないこと、私たちが原発を容認してしまったために若い人にとんでもない未来を残したわけですけど、だけどそれは若い人が気づいて自分のこととして変えてもらう以外ないわけです。私たちがいつまでも傘差しかけてるわけにいかね、若い人が自分で傘広げてくれなければならない、そのことを支援することで少し世の中が変われば明るくなるんじゃないかと、今必死になって前を向こうとしています。どうぞご連絡ください。次に控えています若者が私も怖いわっていう感じで言いたい。大熊町から今新潟に避難しています大賀彩子さんです。お疲れ様です、はい、大賀彩子です。あのいやもう若くはないです。8年と取りましたし、で、はい、先ほど1時20分の時は、判決の速報で紙を出す係ということで、しかし本当に全員無罪というのを出す羽目になるとは思っていませんでしたので、そして持ち続けてこう写してもらう係をやり、でそしてこう一言は喋ったですね。で皆さんもう本当ショックを受けながらも次々いろいろ話してくださるところに、ああその通りだと思ってもこう拍手もできずにずっとただ紙を持っているという係で、なかなか大変だったんですが、そしてそうですね、あのこの弁護士会館に歩く途中にはもう我慢してた分ちょっと。吐き出さなくちゃと思って友達に電話しまして、
もう待ってましたとばかり電話相手に話し相手になってくれて、2011年秋に私の置いてきた奥間町の家に何人かで立ち入りして写真も撮ってきてくれたりで、貴重品だけ住宅ローンとかね取ってきてくれるってことをしてくれた友達だったんです。だから本当に ひとしきり話しまして、彼女も親御さん介護とかもあってね、今日も来れなくて、で、先ほどはこの集会でお話を聞いてたらばこうマナーで携帯が鳴りまして、そしたら会津若松の奥間町の復興住宅に今一人暮らしをしているおばあちゃんからでした。私の血縁ではなくてね、会津若松で私二次避難所に暮らしてた時期がありましたんで、その時にこう最大300世帯の一つの建物で、もう日々こう支え合ってっていう感じの人たちで、その後もいろんな行き来をしてる中の一人のおばあちゃんで、テレビで見つけたよって言って、で涙こぼしてるとこが急に見つかって、見つけてびっくりしたって言って、で本当にこんな判決で、無罪の判決で本当にがっかりしたけど、こうやってずっと頑張ってくれててありがとうっていうことが言いたくて電話してみたよって言って出てきてくれまして、で、ね、それあれが、うん、ありがとうありがとうなんて言って、でどうしてるのしたら、いや実は昨日転んで動けなくて携帯のところまで張っていって隣の人を呼んで、でも入院しなくて、で今はうちでようやく痛いながらもうちにいてテレビを見てたんだとかって言って、でなんでこんな目に遭うんだろうなんて思って、眠れない時もあるんだなんていうことも言ってましたし、でこう電話で話してるとしばしば時々話してると、もう3月12日の避難のことからいろいろ思い出したことがこう本当にこう止めどなくねいっぱい思い出されて話になったりするんですけど、ちょっと今日はごめんね、まだ弁護士会館にいてって言って、ちょっと途中でまた今度いっぱい話そうねって言って、また来られる時は新潟の私の新潟の避難先にも来てねって言って今日はそれで終わったんですけど、そんなことがありまして、まあ、今なんか急にちょっとだけ話してってことだったんで、ああこのことは話しようって思って、ここにもね今日たくさん駆けつけてくださり、これまでも私なかなか新潟から東京まで来られませんでしたけど、ずっとこう後半や、集会やこう世に訴え活動し続けてくださった方に本当に感謝しかありませんし、これからまたできることを一歩一歩本当そうやってたくさんつながっている方々が寄せている思いを胸に進んでいきたいと思います。ありがとうございます。あやさんは何もおっしゃらなかったんですけど、家を建てたんですね、一日も住まないで避難したというお家から避難、いろんな歴史が皆さんお持ちです。で次には、福島市から京都に避難されている宇野紗恵子さんです。皆さんお疲れ様です。もう時間も終わりに近づいているかと思いますけれども、今日彩子さんと一緒にプラカードというか判決を持たせていただきました。私自身はやはり
予想していなかったひどい判決だったので、とてもショックを受けて、そのまま皆様の前に出せていただいたんですけれども、先ほど弁護士さんのお話を伺ったり、それから皆さんと言葉を交わしたり、このようにお話を聞いたりして、少し落ち着きました。この刑事裁判は本当に価値のある、本当にこの社会で実現してよかった裁判だというふうに思います。判決はこのようにひどいものだったんですけれども、おそらく上司を呼んでまたさらに腹が立つかと思いますけれども、それはやはり私たちが乗り越えるべきものとして私たちにまた委ねられたのだというふうに考えています。これから皆さんとのお知恵を、それから皆さんのお力を一緒に合わせながら、私もこれからもできることをやっていきたいと思います。一つの朗報は、私たちがの後にたくさんの子どもたち、若い人たちが育っていってるということです。この問題にまだ出会っていない若い人たちもたくさんいますけれども、必ずこの大きな問題、これから自分たちが向き合っていかなければいけない問題にきちんと思考を働かせ、そして行動へと結びつけていってくれる若い人たちが次々と育っていっているということを、ここで皆さんと共有したいと思います。私たちがその人たちに残せる最上のものをこれから残していきたいと思います。これからもよろしくお願いします。今日はスピーチ最後に、浪江町の本田さんです。どうも皆さんお疲れ様です。もう先ほどはですね、あまりの怒りに、ね、何言っていいか分からなかったんですけど、ちょっと落ち着いたんで少しちょっとやりましょう。まあまず私の自己紹介から言いますと、私は浪江町から串間市飯坂温泉の方に、当時幼稚園だった子供と女房と女房の両親おじさんたちを連れて、今は復興住宅の方に避難しております。そして私は原子力従事者でした。原発で働いていました。福島第一原発の、活動橋がですね、そこの象徴だった時にやっぱり第一原発で働いておりました。カリストリの活動家といって言われるすごい獣のね、すごい結局やっぱり当然で出世する社長やる人って原発の所長やるんですから、ね、そしてそれから戻って本社に戻って偉くなるというパターン、みんなを第一原発の出資者です。まあそんなね、勝間氏が僕は知りませんでしたとか権限がありませんでしたとかそういう話をしたわけですよ。持ってるね、見口人間として許せない。私は、ね、いつもこの無念の話をするんですけど、実は私の身の回りで亡くなった人がたくさんいるんですよ。私の同級生50歳で3人も亡くなりました。突然死です。そして友人夫婦、中学2年生の娘と90何歳の旦那さんのお母さんを残して2人とも旦那さんの方は内臓の癌で、もう1ヶ月も入院しないうちに亡くなってしまいました。で、奥さんの調子悪いということで病院で見てもらったら急性白血病でした。で、2年後に中学2年生の娘を残して行ってしまいました。苦しそうって亡くなりました。私の原発で働いてた時の仕事の先輩、4人ほど60になる前に4人ほど亡くなりました。今年は、58歳で幼稚園をやっていた近所の、ね、先生が、まあ、同じ行政区の役員をやったんですけども、私浪江町でも区のですね、行政区のちょっと役員の OB だったもんですから、でその幼稚園の先生の58歳今年の春に亡くなってしまいました。もう実家の隣に
まあ、私の実家は先ほどとってもいい話をされた菅野瑞恵ちゃんの、ね、家の近くです。近くてからのふるさとです。で岸君もですね、今日はふるさとを解説しま裁判というのが郡山地裁で行われております。また神戸地裁では兵庫訴訟、これが行われて、関西から追い来られている方もここにいますけれども、で全国30何箇所の裁判やってるんですよね。で私自身も子供だって被爆裁判という、子供を被爆から守ろうという行政訴訟です。これは国と県、それと市町村を相手にしている裁判をやっておりますので、10月1日にいよいよ証人尋問が始まりまして、で原告本人尋問で第1号で私がやることになって、そしてまあ取り調べを受けるというような形なんですけれども、で5回の証人尋問をやりまして、で子ども裁判も来年の夏に結審し12月に判決が出るというスケジュールが立ちました。だん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 子どもが原告が減ってくる、小学生中学生義務教育の子どもが原告の裁判なんで、とその親がだから毎年もう卒業していくと原告が減っていっちゃうんですね。でもまだ今その避難した当時5歳の子供は今14歳になりました。中学2年生です。まあ、バレーボールをやって勉強はさっぱりしないんですけども、まあ、そんな避難生活を続けております。もう人生ね、狂いました。震災の3月11日当日はなんと震源地の女川原発にいました。女川原発も危ないところでした。あんまり言うと俺は命狙われるからとこでもあるんである程度の言葉でしか話しませんが、この場ではもし聞きたい人がいればあとはこそっとします。ロナルド・レーガン、それは友達殺人で被爆した原子力空母ロナルド・レーガンも目の前に来ました。400何メートルある大きな船です。女川の湾がこう見えなくなる隠れるくらいのこうスケールで近づいてきました。で私は当時も津波に飲まれて死んだと家族に思われていました。そして子供と15日の夜に、茨城県の古河の駅で会った時にパパ足ついてるって言われましたねこれが地図から消されるマシという朝日新聞の青木記者が書いた本に載ってるエピソードなんですけれども、その切腹した実家もですね、さっき言った津島実家の、まあ、アコギなんですけれども、隣組の兄貴分の人が切腹したチャンス、一時帰宅して最初立ちばさみで腹に刺したんですけれども、切り切れないからこの出刃包丁、台所に行って出刃包丁をで腹を裂いたそうです。その現場を見たらその立ち包丁が折ってあって、で出刃包丁が刺さって亡くなったそうです。妹のところに、郡町の妹のところに避難していたんですけれども、で帰ってこないからということで警察官を連れて観光な空気ですからバリケードの中のゲートの中に入ったらしいです。そしたら亡くなっていたと、これ悲しい現実です。そして私の会社のですね、部下のお父さん、まあ、一緒に仕事したことあるんですけども、南相馬の私立病院に入院していたんですけれども、医者も看護婦も逃げていなくなっちゃったからもう自分手術をこう控えていたんですけども、もう希望を失って山の中に入って亡くなってしまいました。近くのスーパーの店主も一時帰宅してスーパーの倉庫で首をつって亡くなってしまいました。で飯舘村ではお墓に避難しますと言って100何歳のおばあさんがですね、薬をもらってきて薬を入れる袋でこうつないで、メロ袋ですね、それでそれで首をくくって亡くなりました。遺言を、ここに原発さえなければという遺言という長監督が、豊田監督が来てますけれども、大体酪農家、国番にですね、原発さえなければという遺言を残して、亡くなりました。多くの人の命が奪われたんです。でも、誰も、入ってますか？誰も責任を取らないって、ありえない！うん、一体裁判官はどこを見てるんだと。この国は腐ってる。賞も何も全て狂ってる。
頭が腐ってるからみんな腐ってる。そんなばっかりだ。信じられない。良識のある、ね、良心の格段のある人だったらこんなこと許せるわけないでしょ。そうだ。こんな世の中にあっていいはずがない。でも結果は今日はこういう結果が出てしまいました。悔しい悔しい。俺は本当にね、あの亡くなった人の浮かばれないと草葉の陰で泣いてる、そう思ってます。いっぱいこの背中に集まってきてますよ今。もう怨念渦巻いた魂が私の中に。お今日は勝てたけれども、私のあの私はあの浜通り、中通り、会津町と千葉県三つある浜通りの人間です。浪江の人間ですから。で同じ浜通りで岩手出身の皆さんもご存知の高田氏の神田香織さんの言葉をお借りします。香織さんはどっか行ったって言うかな。あ、やりましたね、はい。あの諦めても諦めない皆さん、長い間ありがとうございました。というかこんなあの悔しい思いでなんか帰りきれない感じもあるし、もう夕方のニュース見たくないですよね。もうちょっとテレビ見たくない雰囲気もありますが、でもあの私たちはそういうふうに見えないで、一人一人の力は小さいんですけど、みんながいるから頑張っていけるんじゃないかと思います。福島原発の北総団の団長が武藤瑠衣子です。そして現地訴訟支援団の団長は佐藤和義さんです。今武藤瑠衣子は裁判所の中にいて、で佐藤和義さんは今日は、公務であの議会に行ってらっしゃいます。その両方でですね、事務局長をやっている千脇さんが最後のご挨拶をいたします。もうあの私から話すことはないんですが、私たちは諦めずにこれからも、進んでいこうと思います。近いうちに抗議集会を開きますので、あの案内します。ぜひ皆さんご参加ください。そして一緒に歩いてください。この国を変えていきましょう。今日は本当にありがとうございました。